写真中央日野川川口岸が、冷江津村2007年9月19日撮影冷江津、村は、鳥取県の西部、西白郡に属する村である。米子市に三方を囲まれ、2004年11月1日以降、県内唯一の村となった。2019年現在、村では日本で4番目に面積が小さく、市町村においても6番目に面積が小さい。三ヶ平野に面し、 北は日本海三方を米子市に囲まれている。日野川の東側に位置する平坦な田園地帯である。三箇所の大技からなっている。チューリップの球根や白ネギの栽培が盛ん。1920年は千人台であったが、その後は人口は右肩上がりに増え続け、2001年には人口が三千人を超えた。人口減少が進む鳥取県にあって、 2015年国勢調査でも人口が10年前に比べ12%近く増えた。フィンランド発祥のネウボーラという制度を取り入れ、妊娠から子育て中にかけて保健師の訪問や小学校就学時の教材支給などで手厚く支援する取り組みが走行して転入や出産が多いため、鉄道路線はない。最寄り駅は JR 西日本山陰本線。 白尾線宝棄大線駅となる。イオンモール、冷えず前にある国道431号冷えずで、撮影しない局番は0859となっている。市内局番は全域27、37、39となっている。米子市、冷えず村、南部町、宝棄町の一市2町1、村全域の郵便物の集配は、米子郵便局が行う。ありがとうございます。